ノーマルパンチ、はい、ノーマルパンチ。こっちのところに一番力入れてるこれ。やりましょう。全然平気ですね。これをまずじゃあ肩甲骨な。はい。痛いです。ポイント置いて。痛いです。次骨盤。はい。骨盤を。で次な骨盤回す回数、骨盤の回す回数を増やすな。はい。こう食べるかな。なんか音から違いましたもん今。まあ、次はね、この次は、今度次元を変えるの。ちょっとやばさ悪いな。今度、ここの次元をな。9次元にしましょう。9次元の空間にしました。1回だけの9次元を回します。痛いです。さっきのよりも痛いか。いや、さっきの方が痛いですけど、これ長いです。痛みがずっとあります。でも、腰のそのさっきのあれが一番痛いです。あ、響くのは今の方が長いですね。あ、しました。二次元ちょっとカリスマスで、はい、3回。うわ、なんか、あの音がえぐいですね。今のが一番痛いです。音なんかちょっと嫌な音してますよ。そうですね、全然違いますね。音が違う。ちょっと打ってみ。いや、結構殴ってんね、こいつ。その筋肉の表面は確かにさ、皮膚はやっぱ痛いというか、まあ感覚があるんですけど、その浸透するんですか、やっぱ先生。先生のやつは、あの筋肉潰し、直接ここをこうされてるような感じです。今のはその表面叩かれてるだけなんで、力さえ入れたら別に耐えられるんですけど。いいですか。先生のは耐えられないです。いや、ほんま響かないです。それは痛いですけど、別に耐えられないっていう痛みじゃないです。結構殴っても先生、いや、先生に殴られすぎて、その痛みが、まあ、質がちゃうんじゃないですか。そう、全然違うんです。さっきの痛みのもう半分にも満たないんで、その、それは見たいんだけど。今さっきの痛いっていう感覚からしたら痛くないに今感じてしまいます。